ド迫力の KO シーン必死か。照準を左ビーターがしっかりとブロックを上げてきました。しかし大橋さん、びっくりしましたね。はい、まずはピーター選手油断してましたよね。なんとなんと正真正銘のヘビー級のボクサーです。東洋太平洋ヘビー級第5位のオグロピーターに対して日本のヘビー級の草脇存在市川二郎がいきなりダウンを奪いましたが、ちょっとパンチをもらいました。ぐらつきました市川二郎。ただ体格差、身長15センチ、実力、実績、ちょっとね、やはり、パンチのスピードがちょっとね、違うんですよね。やりー、強烈だ。市川二郎を耐えています。先にダウンを奪ったのは市川二郎の方です。ボディ、ボディ、身長193センチ、体重はなんと105キロです。脱臼からパンチを出そうというところ、オープンブロー組ですが、市川二郎が身を出していきました。大橋さん、ひるむところはないですけども ね、はい、しかしね、石川選手ね、はい、うまくね、今のところ戦ってますよね。ちょっとね、大振り気味ですけども、はい、四角から投げてくるね、はい、ロングフック打ってますんで、これはね、非常に当たりやすいですね。でもね、このパンチあんまり打ちますと、はい、もうピーター選手慣れてきますから、もうね、ちょっとね、当たらなくなってくるんじゃないですかね。なるほど。またここでね、一工夫必要ですね。まず本人が試合前に話していたのを戦後制するオープニングブロー、それをなんとダウンへと結びつけました。もう想像以上のいい出足ですよね。そうですね、面を食らった形の後楽園ホール初見山のオケロビーター。あーっと、ダウンですか。ダウンです、ね、一発で体が吹き飛びました。引いたパンチではなさそうです。いや、ちょっとね、来ましたね。ヘビー級ボクサーの力をこの後楽園ホールで見せつけました。大橋さん、市川選手ね、でも本当に頑張ったと思いますね。自分の持ち味出しましたし、まさかの、ね、ダウンを奪いましたしね、市川選手の前線といってね、いい試合だったと思いますね。しかしダメージがね、すごいですから、このピーター選手の左から右、このパンチというのは本当にね、ヘビー級の醍醐味というのをね、十分このお客さんに見せつけましたよね。これが世界ヘビー級の力か。オケロピーター第1ラウンド29秒、逆転なカウントです。ノックアウト勝ちです。去年の12月にミドルジムに移籍しましたが、その移籍初戦の成績、第1ラウンドはお互いにまだ様子を見ているという感じでした。この第2ラウンド動きが出るでしょうか。まず左から右を持ってきましたが、あれが追いかけていく、そして右、ダウンです。白のトランクスのあれが回る、高橋がそれを逃げる格好、追いかけて左、ちょっと足元をふらついた、レフリーが止めます。テクニカルノックアウト、白のトランクス、宮田ジム所属の原康樹、左のフックでテクニカルノックアウト。大西の左、森は打ち、さあ大西が顔を取れんだ、左いきなりダウンを奪いました。第1のだけども左、両者アッパーを突き合います。相打ちのような形になっています。磯松の右、トラックを切った、その後に左、そしてバランスを崩しました。白のトランクスの磯松がバランスを崩してダウンを取られています。左で返していった磯松、しかし武田の方が上回っている。ロープに追い込んでいく、武田が攻めきるか、右そして左、所属の武田雅人です。アート右です、今度左、アゴを捉えた、アゴを捉えた、ダウンです、ダ
着冷静に相手を見ている。さあここでここで前に出ます。松倉ここで前に出ました。アイドル個人もう一度タイトルを挑戦するために絶対に落とせました。左のストレート強力強力左なんとか前に出るか。ジャブを伸ばしていく。ここでゴングが鳴りました。勝者青コーナー松倉。青コーナー松倉判定勝ちでハロウィンチャイを下しています。去年6月試合直後にリング上でのパフォーマンスで左肘を骨折した米倉ジムの阿部元和。左腕にはまだワイヤーが埋め込まれたままだが復活に向けて連日汗を流している。勝利のパフォーマンスが見られる日も近い。まあもうちょっと腕も治りリングに戻るんでバリバリ暴れるよ。現役続行を決めた元 OTBF スーパーミドル級王者米倉ジムの西澤義則にベルト奪回のチャンス。3月29日韓国のセドン空位になった OBBF スーパーミドル級王座決定戦を争うことになった。まあ、自分は本当にボクシングが好きなんでこのボクシングの素晴らしさを後輩たちに伝えたい気持ちも強くあります。まだまだ35歳、まあ、デビューして15年になりますけどまだやればできるということを証明します。次回のエキサイトボクシング35歳男西澤の生き様を見ろ。